い、やってまいりました。世界の皆さん、やってまいりました。はい、ロレックスチャンネルの西がやってまいりました。はい、ですね、ちょっとやばい、情報。またロレックス、ちょっと強盗が入ったというところで、正規店ではなく、中古業界のですね、最近ショップに、かなりよく、強盗が最近入ってます。これですね、やっぱり、資産価値が、かなりやっぱ高くなってるっていうところがですね、これ原因だと僕思ってまして、ちょっと前まではですよ、こんなロレックスが上がるっていうなる前は、こんなニュース見たことなかったですよ。まああってももうほんと数年に一回とか、そんななんか海外で起こってるようなことが、やっぱこういうふうに規制緩和が終わって、外国人とかやっぱいろいろ入ってきて、やっぱこう日本の治安ってこう、守れてないのかなって、やっぱこう思ってます。そんな中で、まあもちろんその、外国人に、どこでも知れないなんか、すごい、もう国籍もないような、外国人になんかそういう犯罪をさせて、なんか、2ウォンとか3ウォンとか、なんか日本円でいくらかわかんないけれどもと、なんか300円か1000円くらい渡してんのかな、なんか向こうの国じゃ1ヶ月2ヶ月生きていけるお金なのかな、なんかそのぐらいの感覚でお金をこう渡して、やっぱ、大元の人はちょっと別にいると。なんかすごいこう、企業のその悪徳企業の実態を見たらですね、結構見えてくるじゃないですか。すごいこう、やばい、実態が。でもやっぱ、これってですね、皆さん、犯罪をする人ももちろん悪いですよ。悪いんですけれども、これ、もっと大事なところに、僕日本の政府は、これ、国家を挙げてですね、着目しないといけない部分が僕あると思ってるんですよ。着眼点どこなのかって、なった時に、ロレックスっていう会社の、やっぱやり方だと僕は思ってまして、ここまでやっぱり、正規店でも、玉数をわざと少なく見せかけて、定価がどんどん上がっていくじゃないですか。それは別にいいんですけど、中古業界も、やっぱり、バカみたいに今上がってると。これだけやっぱり、幅があると、やっぱり資産価値としては、ものすごい価値にやっぱなっていくんですよ。そういうロレックスをじゃあ、100本とか、200本とか、置いてる中古ショップってザラにあるんですけれども、そういうところがやっぱり標的になっちゃうんですよ。路面店にある、ガラス張りの、そういうなんか中古店とか、やっぱ金槌とか持っててパリッ、サンタクロースじゃないですけれども、なんかエセサンタが行くんですわ。こんな袋を持って、で大量にやっぱ持って、逃げて、捕まるというようなところで、今ニュースでこう会ってるんですけれども、これかろうじてですね、店員さんに怪我なく、店員さん、生きてます。かろうじてね、これ、本当に、不幸中の幸いかな、命があるだけで、と思ってるんですけれども、これいつかですよ。これいつかですよ。死者出ますよ、これ。絶対に。こんだけやっぱり、問題がちょっと大きくなっていって、どんどんロレックス、を、盗難しよう、盗もうっていう人たちが一定数増えてくると、これそこの企業の実態っていうのも、悪徳企業の実態っていうのも、すごく組織的にでかくなっていきますよ。じゃあ今回は、これがあったから、じゃあ今回こうしようとか、バールじゃダメならやっぱ銃持っていこうとか、なんか、じゃあ日本人とかアジア人とかじゃビビんないから、じゃあ黒人連れていこうとか、なんかそういう風な感じにどんどん僕なっていくと思うんですよ。で、これってですね、いち早く、もうちょっとですよ、ロレックス側にですね、これ注意をぜひ促してほしいと。やっぱその販売手法ですよね。やっぱどうしてもこう、正規店での販売手法がああいう手法の仕方をしてるから、やっぱリユース業界上がってるっていうのがあるんで、だからこそ狙われるっていうのがあるんで、そこをですね、やっぱもうロレックス、もうしっかりしましょうよ。もういい加減。元に戻しましょうよ。別にロレックスから始まったんかな、この定価上げるみたいな動きって。ロレックスなんですかね、パテックなんですかね、オーデマなんですかね、リシャールなんですかね。なんかでも時計業界でしょ。これなんかやり始めたの。おそらく。これだけの値上げみたいな。
それをなんか今度は車の業界が真似しだして、半導体不足がどうだの、ああだのって、うん、なんか車業界が真似しだして、今度はアパレル業界もそれ真似しだして、ビトンもクロームハーツも何でもかんでも値段毎年のように毎月、毎月じゃない、毎年も2回3回上げていくと、うん、なんかそういう風な流れになってます。店員さんも売りやすいです。買い時いつですか？今です。うん、これ売りやすいですよ。だって定価上がるんで。それ言えるんでお客様に。定価どんどん上がってるんで今買った方がいいですよ。これ売りやすいですよ。で、消費者的にもなんかレア感があるんで買おうって思っちゃう。これちょっとなかなかこう日本っていうか世界的なこのマーケティング変わってきたなと思ってます。このマーケティングがでも変わってきたから何が起こるかって言ったら今度はリユース業界が狙われちゃうんですよ。うん、こういう風になっちゃうとですね、これ本末と転倒じゃないのかなと。うん、やっぱ人のね、商売してる人の命が危険にさらされて、うん、狙われて、でも正規店はガッポガッポお金儲けてます。これっておかしいんちゃうのって。うん、このニュース見てる日本ロレックスの関係者の方とか、どう思ってんのかなと。うん、自分たちが撒いた種、これどう思ってんのかなと。まあ、固定の名指しとかじゃないですよ。でもやっぱ会社にいる以上はね、そういう手法でやった結果、中古ショップのロレックス店員とか、うん、中古ショップの、人たちが狙われると、リユース業界の人たちが狙われると、やっぱこういうニュース見てたらやっぱ怖いっすよ。多分、今でも怖いと思いますよ。どうすんだ、ああすんだ、うん、ビクビクしてると思いますよ。置かないでいいバールとか持ってるじゃないですか？店員さんも。なんか置かないでいい金属バットとか持ってるんじゃないですか？おかしくないですか？それって。日本って治安がいいからこそいいんでしょう。うん。これがなんかおかしい風になってる。ロレックス、ちょっとこういうの考えて、なんか日本のね、ロレックス正規店のあり方、もうちょっと僕考えた方がいいんじゃないのって。僕本当に思ってます。うん。これがですね、まあ、その辺の、なんか、趣味でやってる変なやつの、なんか、意見みたいな感じで流しちゃうと、この問題って、やっぱりどん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 これでかくなっていく。やっぱロレックス関係者はこの動画を見てると思うんで、うん、まあね、これをこうなんか、平社員だったり、店長だったりっていう人たちが、上に上げても結局跳ねのけられると思います。やっぱりこう、上の上層部のもうちょっと上の人たちが、やっぱに伝えれるようにですね、そういう人たち YouTube 多分見てないと思うんで。でもやっぱりそういうところにこうなんか社内での意見って持っていってほしい。うん。で、こういう風にした方がいいんじゃない？ああいう風にした方がいいんじゃない？こういう風にリユース業界でも合ってるからと。ちょっとロレックスのやり方ちょっと変えませんかと。そろそろ値上げするのやめませんかと。そろそろ小出しにするのやめませんかと。そろそろ在庫嘘つくのやめませんかと。そろそろみんなにロレックス行き渡るような売り方しませんかと。うん。そういう風にね、やっていければ、僕本当にいいと思います。そうなるとそうなったでね。やっぱ、今の高値でロレックス買ってる中古ショップに人たち困ると思うんで、すごい難しいところだと思うんですよ。うん、正規店がそれやっちゃうとね、ユース業界の人たち食っていけなくなっちゃうとか、やっぱいろんなところの旨味がね、これってば、経済ってやっぱ循環してるんで、ここを言えばいいと思うんじゃないんですよ。だから、すごいこう、これ難しい話になってます。なってますけれども、だからこそちょっと考えてほしい。何かしらロレックス表明してほしいんですよ。こういうニュースが、今やっぱりどん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 合ってる中で、何かしら表明してくれよと。何かこう店舗のやり方だったり、何か考えてくれよと。うん。なんかそういう風な二次災害、三次災害、これがでかい風に、でっかくこうなってくる前にね、僕はちょっとロレックスさん、これちょっと考えてほしいなと。ロレックスを愛する、一視聴者としてですね。一、消費者ともしてですね。これは、考えていかないければいけないなと僕本当に思いますよ。というところで今日は動画この辺で終わりたいなと思います。はい、またやばい情報入り次第ちょっと、更新していきます。僕はロレックスを本当に愛してますんで、ロレックス最高。はい、皆さんで頑張って、ロレックス、安全な、平和な、うん、時計身につけて、平和に飯食って、生活できる日本、目指していきましょう。ありがとうございました。